から見てる人は知ってると思うんですけど、大きくなりすぎた山の不動です。俺のチャンネルが全然まだ伸びてない時に、あのカメラマンおれへんから毎回ついてきてもらったよ。でその時はまだ痩せてて、多分結構痩せてんねん。Quand t'es venu dans la rue, 結構頻繁に痛いしてるけど、多分初めましての俺やと。そうやね、95やのに動けんのよ。それがちょっと怖い。シュートも入るから。あ、だけど帰り運転で。あ、いいよ。 OK、 じゃあ行きます。福ちゃん95キロ今日も元気続き始めていきましょう。ドバイスだということなんですけれども、ですね、懐かしいな山のフード。一時期めちゃくちゃ撮影に協力してるね、マネージャーなんて歌われてた時期もありますけれども、さあ懐かしいなというところで、トモヤ素晴らしいドリブルを決めてくる男。ここから決まる。福ちゃんの簡単な自己紹介しとこうかな。まあトモヤの地元の友達で、まあ、一時期レイクレめっちゃ助けてくれてたんですけれども、まあ今それぞれお互いの道へって感じなんですけど、なんやろな、福ちゃんの家で撮影してた時もあるから福ちゃんって普通に言ってる。山の不動ですね。さあそんな思い出に浸りながら、トモヤは容赦ないドリブル。いいよ、もうねバトルの上ではね、もうミュージックスタートさせちゃいます。どうぞ。決まってくる。2対0。バトルの上ではそんな関係ありませんから。さあトモヤのドリブル、どっちから行くんだ、右か左か。おっと95キロ動きすぎやろ。まず95キロでも動けるということでね、僕もまだまだいけるんだと。バカバカ。さあ4対0。このままね、このままちょっとストレートで勝ってしまうの。おっとグッディーだが、グッディーです。まあ福ちゃんはね、まあ山の不動ね、まあ普段福ちゃんって言ってて、福ちゃんって言います。友也も認めてますからね。そんな有名な高校とかではなかったんですけども、うまいバスケ部と。さあフィジカルモンスターですから。なんか友也喋ってるけど温泉ぐらい反響して聞こえへん。さあ惜しい、ゴールに嫌われた。4対0。ここからでもね、やっぱ福ちゃんでかいですから攻めづらいのか。さあどっと、え、あれ、なになに、カメラ落ちた。カメラ落ちたで、こんなことあんねや。さあ3狙うの、黒の点線が3ポイントライン。さあドリブル、足、さあトモヤがここからどう攻めてくるのか。おっと玉転がし状態。さあフグちゃん、ここからどうだ。いや惜しいな、マジで懐かしいな。さあどうだ、ここからトモヤ、おっと惜しいな。ああさあ福ちゃんすいません、なんかちょっとね一辺倒な実況になってしまっておりますけれども、おっと惜しいな。まあ、いずれ僕ももしかしたら大舞台の実況するかもしれないんで、そのね鍛錬積みます。おっと玉屋、何今の、おっバーン擬音を出してしまうと、実況に擬音を出してしまいました。伸ばしてさあウズちゃんのドリブルくるっと回って、足、技術はねいいんですけれども、てかなんで疲れへんの、ごめん、あのオブラートに包むけどデブやのになんで動けんのこれ。さあ2対0。しかしトモヤなかなかうまく攻めれてるんですか。これは得点がねテンポよく入ってるわけじゃないですね。さあどうだ、テンポいいんかい、テンポいいんかい。4対0。ここからトモヤの猛攻撃、10点マッチですよね、いつも通り。さあ来た、後ろ背中から通して、どうだ、おっと6対0。まだ分かりません。6対0。今日はなんかトモヤが勝つ予想めちゃくちゃ当たりますけど、まだ分かりません。さあどうだ、うん、おそういう感じ。ちょマジ逆転してるっちゃな、前レイクレをな助けてくれてたやろ。こっからの展開同点ぐらいまでなんとかいっちゃおもろいから、同点ぐらいになってヒヤヒヤさして、福ちゃん福ちゃん
福ちゃんラーメン美味しいですよね。さあそんな話はいいですよね。福ちゃんラーメンというチェーン店があるんですけど、それは全く関係しておりません。さあ、トモヤどうだ。はい、行ってくる。反対すら福ちゃん頼むで。展開おぼろくしてよ。さあ、まあね、ここで福ちゃんがグッディして、で、トモヤが困ってね、福ちゃんやるやんってね、サムネ映えもしますからさ。8対0。おっとのドリブルうまいけど、ここは取れるよね。おっと取った、来ました、福ちゃん。8対0、山の不動。山、おっと入れるぜ、うれ。あ、釣り合いやから、こんなんじゃない。普通ね、相手のことをリスペクトして実況するんですけれども、こんなことになっちゃいました。さあ、ともや、くるっと何回回んねん、おい。自分で把握してんのか、回転数、おい。惜しい。まあでも、ほんまにうまいですから、ふくちゃん。ほんと有名高校とかに行ってなかったんですけど、ともやとずっとやってますから。反対か。ともやとやってる歴では、ほんまに、メンバーよりも長いですからね、ふくちゃん。さあ、どうだ、惜しい。いや、惜しいな。スリーポイント鮮やかでした。さあ、ともや、ここから一気に来るか。これは得意です。あ、ちょっと向けた、ミュージックスタート。ふくちゃん、おっと、え、待って、これおもろい動画、もしかして、え、仲良し地元友達ほのぼの動画じゃなくておもろい動画なんですか、これ。さあ、ふくちゃんの背中は大きい、ケツ見越して、おーしー、いや、惜しいなー。ごめん、ちょっと一回待ってあげよう、ごめん、一回待ってあげようって。もう押すしかないか。ミュージックスタート、ポチッとなー。強体さん、いやけど、あの、マジで今の週2で、うん、バスケはしようって約束してるんで。そう、ほぼ俺のために。うん。で、動画も撮る時間ないんですよ、実は。僕、ライブのやつも。今も夜中なんですけど、これから、撮影のネタがないときは、こいつと一体するかもしれないです。順を追って多分細くなってくる。細くなるのも楽しんでください、ということで。